どうも、ひねこです。今回も、タンプツーミー実況シリーズ、悲劇回避、やっていきたいと思います。パート6ってことで、前回の続きからやっていきたいと思います。前回は、ステージ25、お土産選びをクリアしたので、26ステージ目からですね、手紙の返事はってことで、やっていきたいと思います。レッツゴー。ステージ26、手紙の返事は、なんだい？お、あ、なんか前もあったね。あ、渡してきてって感じかな。ごめんよって。ええとか怖いね。まあね。まあ人は見かけによらないと言いますけどね。まあちょっと一回普通にアタックしてみようかい。渡しておいてって頼まれたけど、人目が気になる。でも、まずは一回試してみよう。いや。これ、サッカーボールの子に。ああやっぱりそうなるよね。失敗。やっぱ恥ずかしい。トライです。なんか、カバンとか触れない？なんか入ってない？あ、サッカーボールあるね。あ、大サッカーボールゲーと。でもサッカーボールしか出てきないな。お、どんな？まだこれは何？おー、ワンちゃん。お、ワンちゃんにサッカーボールあげるか。お、お、あ、お、入ったよ。中入ったよ。お、お、いいじゃないか。ワンちゃんがサッカーボールでなんか遊んでるよって感じを見せかけていけってこれだと人目につかないから大丈夫だね。うん、セーフ。おお、クリアですね。よかったよいや、次ですね、 CM ステージ27、何着ていこう。お、何、どうした？どうしたんだい？お、友達と遊びに行くのにいつもの服がない。何着ていこう。いつもの服ないとなんか不安になるよね。不安になるよね。ということで。いや、どうだ？いや、大丈夫かな？あー、そうか。乾いてないんだね。お母さん。何ここ。なんかケーブルあるよ。何？あ、スマホのなんか充電がないのかな。おー、乾いていないシャツ。これコンセントやっぱつけるよね。で、スマートフォン充電します。あ、何？なんだ？携帯。何？見えなかったぞ。お母さん渡す？はい、お母さん。あれ？はい。ダメか。ここ集合な。やばい。服がない。グッド。何？聞けたよ。聞けた。どうしよう。お母さん。乾かしてよ。ドライヤーないか、ドライヤーみたいなのないのか？ないか。あ、聞けた。いや。え？お、お？お、あれ？クリアだって。あれ、乾いてないけど大丈夫。服、まあクリアだからいっか。刺激開始だね。よかった、ありがとう。次行こう。シゲブ、さあ次ステージ28、バレンタインデー。2月14日ですね、バレンタインデー。なんか先生がうろきょろしてるよ。カニ歩きでうろきょろしてるよってのが気になるけど。お、女子からチョコを渡されてみたーい。たとえ G でもね。たとえ G でも、G チョコでも。欲しいよ。寝てる、大丈夫？おー、チョコ。2月14日になってるね。え、どうしよう。持つ？持たせる？お、持たせた。おっと、先生、見なかったことにしてよ、先生。トライ。ダメか。まあ、チョコはもらえるよと。何？お、起きるか？起きる？え、渡す？今度はこっちに渡す？
女子たちに渡すかい？あ、ダメか。あ、同じようなことになっちゃう。先生失敗です。残念。リトライ。そうしたらどうなるんだい？先生に渡すとかある？そんな、あ、何？なんか入ってる。お、ママより優しい。お母さんありがとう。優しいな。これを自分で持ったらどうだ？あー、見つかった。見つかっちゃうよ。先生。先生、先生。リドライだ。え、どうしよう。そのまま、待て、そのまま帰ってみるかい？帰る、帰るよ。あ、もう時間が、あ、もう残念だな。もうやれなかったな。あー、もう不手にしよう。失敗です。やっぱ、ダメか。CM。はい、やり直しです。やり直しでございます。やり直しでしたね。さあ、どうしようですね。先生見てるしな。先生見てるしな。渡してみようか、先生に。はい。返された。ま、何？お母さんよりやってダメなのか？そんな、別に、あれだよ。何？保護者から、保護者からの、なんだ、なんかチョコレートは、もらえませんみたいな感じなのかな。じゃあ、こっちの名前も書いてないチョコレートは、はい。お、おー、先生。先生。先生。先生が、先生が。いやー、なんか満足した顔で帰っていったよ。よかった、よかった。先生よね、渡したのでよかったね。あ、なんかクッキーは、あ、なに、あ、なに。いけない。3対1が怖い。怖いなぁ。あ、でも、あ、落ちてますね。渡してみる？あ、渡せなかった。じゃあ、残念。じゃあ、チョコレート持って、跳ねかけてみよう。あ、交換費用ってこと？おぉ。やった、もらえたよ。もらえたよ。よかったね。よかったね。クリアですね。いやー、あ、ちゃんと食べてますね。食べてますね。いやー、よかったね。さあ、次だ。次、CM。さあ、次、ステージ29。ボタンの行方、お通常式になってる。ボタンの行方、ボタンあります。ボタンあります。ただ、もらってくれる人が。今日は、卒業式。誰か、ボタンをもらってくれ。欲しいよ。じゃ、欲しいよ、じゃない。あげるよ。どうですか？どうですか？ボタン、ああ、ボタンあるね。チューって書いてますね。なんか、なんだろう。いいね。いいね。もらってくれるかな？ボタン、あげる。いやー、いらないです。いらないです。いらないです。すいません、帰ります。あー、待ってよ、こう、痛いよ。失敗。難しいね。失敗。どうしよう。あ、もしかしてね、どうだ？あれ、あ、もう戻ってこなかった。写真を一緒に写るのね。なになに、なんか、もう、集まってきたよ。おー、なんで。あー、大丈夫。ボロボロに。失敗。失敗。バイエー。あ、写真でカメラで自撮り棒は触れない。あ、なに？あー、なんか、一瞬ちょっと見られたね。見られたね。見られただけだね。こっちは、あの、あー、一瞬映ってた。いいの？いいのかい？それ。ん？おー、大丈夫？迷子かな？どうしたの？あ、目のあれがないよと、あ、え、ボタンでどう、なんか、ボタンでどうにかできないかな。いやー、でも、いや、ちゃんとした目探してあげようか。どこにあるかな。落としたのかな、ボタン。落としたのかな。いや、とりあえず、開けてみようか。一回。
ャレンジ。ボタンあるよ。おお。お、どう？おお、よかった、よかった、よかったよ。お、あ、兄弟。兄弟じゃない。姉妹か。姉妹だったんだね。クリアクリア、よかった、よかったよ。あれ？次のステージがないな。え、どうしよう。え、どうしよう、これは。ステージ戻ろうか。CM。はてなが解放されました。大人になっても。ラストかな。やっていきましょうか。ステージ30。大人になっても。おー。なんだ？なんだろうね。なんだろう。どこだここどこだここ一回行こうか。ちょっと刺激的だな。怖いな。カラオケ歌えないな。座ったよ。挟まれたよ。挟まれたよ。挟まれたよ。お、歌った歌ったよ。なんかちょっと無理してないかな。大丈夫？お客様。ああ、何？ああ、高額請求かい？え、失敗。失敗。なんだ？なんかキャバクラみたいなものかい？ダメか、座って、もりょうりしてるけど、ダメだな。これは罠と見た方がいいかな。お、帰りたいな。でも、怖いな。帰れないな。帰りたいな。帰れないな。お、何？お、何？なんだろう、これ。食べる？食べる？あげる？あげる？誰かに。お、何？おー、お、食べてるね。今のうちだ。出よう。ありがとうございました。帰ります。私は帰ります。お、おお。あれ？もしかして？もしかして、もしかしてだけど、ああ、感動ストーリー、感動ストーリーだ。30分はブレイク。あ、待って、なんか英語を一瞬読めなかったな。いやー、いい話だよ。CM。おー、いい絵だね。いい絵だね。はい、なんか、最終ステージ見て思ったんですけど、やっぱり、なんか、時には、断る勇気も大事ですね。っていう感じでね、ちょっと思ってしまいました。まあ、まあ、刺激化したね。そういった意味では。はい。ということで、エンディングを迎えましたというので、ヒールコレクション見ましょう。62%。まあ、6割ですね。約6割。まあ、ちょっとね、まあ、前回集は、ちょっと、なんだ、こちらの動画内では、ちょっとしないんですけど、まあ、ちょっとね、個人的にやれたらいいなと思ってます。はい。ではですね、一応、全6パートにわたって、まあ、実況してきました。刺激開始。今回のパートで最終回ってことになります。またね、次回、どんな端末に実況シリーズになるかね、わかりませんが、まあ、次回のゲームをお楽しみにということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。